はい、こんにちは、くんです。ということで今日はですね、フェイクニュースを広げるゲームをやっていこうかなと思います。フェイクニュースとは、突飛な陰謀説から選挙キャンペーンの中傷合戦に至るまで、私たちの現在、嘘やデマが伝染病のように広がる。あ、決して伝染病を広げるゲームではありません。まあね、ご時世がご時世なんで伝染病を広げるゲームはできないかなということで、フェイクニュースを広めようと思います。難易度、まあノーマルだな。伝染病に名前を付ける。伝染病じゃねえだろ、ちょっと待って。フェイクニュース、よく回ってるフェイクニュースか。嘘の情報だろ。男女の友情は成立する、しません、絶対しません。女性の方がね、よくね、私は男として見てないから。いや、見てない、分かった。でも男は見てます、あなたのこと。全員です、私も含めて。もう男と女の友情なんか絶対成立しません。あのね、これね、まく意味があってですね、男女の友情が成立するってことにしといたら、男は、女性が男に対して無警戒になるんだよね。あの、友達だよね、友達としてだよねって言いつつ、距離を縮めていってね、最終的にはセックスすることができるから。だから男女の友情は成立するってしといた方が男にとっちゃ得なんだよ。フェイクニュースシナリオへようこそ。フェイクニュース、デマ、嘘、好きに呼べばいい。あなたは世界を欺き、人々はそれを信じるようになるんだから、最初に騙す組を選択しろ。もちろん日本、日本だ。俺が広めてやる。フェイクニュース、男女の友情の成立の定義を完了させる。なるほど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 。フェイクニュースメニューを開いて男女の友情の成立を定義しろ。了解。マニフェスト、政治フェイクニュース、違いますね。移民フェイクニュース、ちょっと待って、そんな真面目なものではない。文化フェイクニュース、有名人フェイクニュース、違いますね。文化じゃないかな。法律、医療、科学、気候、テクノロジー、金融、文化ですね。民話や宗教的信念などコミュニティの考えや習慣、社会的行動に関する対象となる文化を築き、コミュニティを分断させる。どちらかというとコミュニティをくっつけるんですけど、まあ文化フェイクニュースにします。はい、なんだこれ。発生源、まあ僕ですね。発生源は、有名人、人工知能、宇宙人、イルミナティ、子猫、ペット、大企業、外国人、男性、あ、男性ですね。発生源男性、動機、セックス、特定の政治目標達成、誰もが知る有名人になる、お金をがっぽり稼ぐ、違うね、草を生やす。これは面白い動機ですね。ちょっと違うよね。他にやることがないだけ、世界の崩壊を眺める、仕返しをするため。ある意味仕返しだよな。復讐だよね。モテないやつ、モテない俺たちの復讐だよな。女への、何が男として見れないだ。お前な、名前は出さないけど、高校2年生の頃、俺が付き合ってって言った、お前だよ。お前さ、今は受験前だから付き合う気ないって言っただろ。お前何、2週間後バスケ部の、くんと付き合ってんだよ。ふざけんな、お前に復讐してやるからな。男女の友情は成立するわけないからね。あの、男はチンコだから、基本的に、あの、そういうのしか見てないっす。見てるわけねえじゃねえか。非難の対象、女性だね。女性に対して。で、なんかいろいろね、適応力ってのもあるらしいね。批判する人間に嫌がらせ、人々を煽ってあなたのデマを糾弾する人たちを追い込み、さらなる批判は偏見を非難。あ、なるほど。男女の友情なんか成立しないよっていう偏見ですね。意地悪なツイート。ツイートが一番いいよね。口コミ。あー、まず、なるほどね。このコストっていうのはこれ資金だね。資金一つ使いました。なんかいろいろあるね。インフルエンサー。あー、俺みたいなやつにこのデマの拡散をサポートしてもらうのか。なるほど。あれか、ハッシュタグで男女の友情を成立しないという言説を許すなとか、のあたりに言ってもらうわけだな、インフルエンサー。あ、男女の友情は成立するっていう風なハッシュタグにもつければいいのか。なんか、界隈の人とか拡散してくれそうな気するよね。ラジオ。古くせえな。コミュニティ開発。あー、男女の友情成立か。なるほど。なかなかいいね。よし。とりあえず日本で。男女の友情は成立、マニフェスト完成、文化フェイクニュース、動機復讐、発生源男性、ひなむら。なるほど、なるほど、なるほど。いいですね。あのね、するわけないから。よくね、これ騙されてる人多いでしょ。成立するみたいな。特に女性が騙されてるんだよね。うん、するわけないから。
あなたは世界を騙すことができるが、ゲームの勝利には男女の友情は成立が世界の大半を騙す必要がある。男女の友情が成立は虚偽であることに気づいた人々は代わりに知識を持っている状態になるぞ。あー、なるほどなるほどなるほど。知識を持っている45人、結構やばくない？やばくない？ちょ待って待って、たった5人しか騙されてない。5人は騙されてるけど58人は知識持ってる状態。男女の友情は成立の成長を手助けしろ。あー、なるほど。成長率、まあ成長率をやっぱ適応力、ソーシャルメディアプラットフォームの世間の激しい怒りを買い、真実の追求から注意をそらす。あー、どういうこと？ファクトチェッカーたちを鈍化。あー、本当にそうなのかみたいな。本当にそうか、男女の友情なんか成立するかっていう人たちか。まあ成長率かな。インフルエンザ拡散力と妥当性がやや上昇。あー、拡散力と妥当性のなんか割合があるのか。これ妥当性がこの黄色のメーターだね。なるほどなるほどなるほど。妥当性も多少必要だよね。まあ、両方必要なんだけど、拡散力はとりあえずあった方がいいのかな。インターネットミーム。ああ、まあ要するにインターネットミームっていうのはまあ野獣先輩的なやつだね。あの、男女の友情は成立するっていう風なのに対して、三浦がそうだよって言ってるミームを拡散させよう。ミームが古い。3年前。じゃあそうだな。棺抱えて踊る？棺抱えて踊るか。男女の友情なんか成立しないって言ったら、急に棺抱えて踊り出すみたいな。ポッドキャスト、配信者がデマを話題にしたり、真実を非難する定期的なポッドキャストに資金を提供。ソーシャルメディア展開、データドリブンな広告でソーシャルメディアのユーザーをターゲットにする。デマに最も脆弱かつデマを広められる可能性が最も高い人々を狙う。あー、まあ、つまり女か。女さんが。女さんにた、まあ、これにしとくか。ソーシャルメディア展開。これはボットネットワーク。ボット。ほう。ハッシュタグつぶやかせまくるか。はい。ボットネットワーク。え、これ妥当性全然ないけど大丈夫？やばい、妥当性全然ないぞ。いや、もうボット、とりあえずボットで。いいのかなこれ、妥当性が全然ないから。おお、すごいすごいすごい、マダガスカル、やばいやばいやばい、ちょ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 、爆発してる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 爆発した。世界中で爆発した。マダガスカルで説得するのは難しいんじゃないのか。知識を持ってる5000か。マダガスカルの人頭いいね。だいぶ。7人しか騙されなかったか。男女の友情は成立が他の国々に拡散。男女の友情は成立が他の国々に騙している。成長率多分を制御して拡散具合をコントロールしろ。ちょっと待って。これはコミュニティ開発。ライフスタイルやアイデンティティの一部になることで、人々が情熱的にデマを信じ、矛盾した情報を拒否することを補助する強い情緒的絆を育てる。あー、つまり、オンラインサロンですね。なるほど。オンラインサロンを作りましょうか。オンラインサロンでお金儲け。資金集め。そう、いいね、いいね。オンラインサロン、オンラインサロン。いいっすね。はい。ということで、オンラインサロンを作ってみました。騙された人263人に対して、3700万人、いや、4200万人、いや、5200万人が、男女の友情なんか成立するわけないだろうって言ってます。随分、賢いですね。どうしよう。妥当性を少し上げないといけないか。この、インフルエンサー、くんしゃんに動画を出してもらう。文脈無視。研究チームへと影響力のある個人の引用文を持つ元の文脈無視して使用する。あー、適応力とかはどうなんだろう。適応力はまあ妥当性は、そんな若いよね。だったらやっぱこの文脈無視。これしよう。よくやるね、文脈無視。え、なんかそう言ってるらしいよ、みたいな。数百の人々が男女の友情は成立に騙される。男女の友情は成立が日本で数百人を騙すことに成功。騙されている人がデマのストーリーをさらに広める可能性が高まった。止まるんじゃねえぞ。ちょっと待って。なんか、結構和訳遊んでるね。止まるんじゃねえぞ。いいね。すごい、いいと思います。日本では300人がデマを信じてますね。まあ、この辺のメディア展開とかデータ改ざん、偽専門家を雇用。ウイルスでもいますね。怪しい専門家みたいなのが出てきて。本物の専門家だったらさ、今忙しくてテレビなんか出てねっつうのな。ちょっと、もうちょっと待つか。よしよしよし。偽専門家やと、テレビにいっぱい出てもらうぜ。専門家の〇〇さんです、みたいな感じで、何の専門でもないくせに専門家の顔して出るっていうね。妥当性めっちゃ上がった！やっぱ、権威主義に弱えんだな、日本は。日本ってすぐそうだから、すぐなんとか大学教授とかさ、すぐなんか騙されちゃうからね。男女の友情は基本的に成長すると、なんとかの論文でも。論文、いいよ、いいね。彼にやってもらおう。実は男女の友情は成立して、こんな感じ？実は男女の友情は成立して、違くねえんだろか。チンコのことしか考えてねえ。でもやばくない？知識持ってる人は1、10、100、1000万、10万、100万、日本だけで2000万人、2万人が騙され、まあまあなのかもしれないね。
文化フェイクに対するフェイクニュースに対する懸念、日本のファクトチェック機関は急速に広まる新たなデマに対し行動を起こすことを要請されている。そんな行動を起こす人誰なんだろうね。デマに信憑されたら誰、名のある代弁者たちを使い主要なメディア全体でコンテンツ作成。いいね、 YouTube でやってもらおうぜ。 YouTube で実は男女の友情は成立してっていう動画を出してもらったり、なんか30分ぐらいの黒板に書いてる授業風みたいなね、あの授業を聞いた気になって全くあんなの聞いても身にならないんだけど、あのまあまあな、数時間後、いや夕食の時間までには忘れてるレベルのね、あの勉強したふりができるっていうあの YouTube の動画ですけど、まあそういうのに出してもらおう。新しい SNS が立ち上がった。友達がいない人たちのために開された SNS ブランクブックプラスは数十億のユーザーを数日で獲得できるだろうと予測されている。あー、俺たち向けか。でも友達がいない人しかいない SNS ってめちゃくちゃ地獄だと思うんだよね。友達がいないってことはある程度の問題があるんだよ、お前のことな。問題があって、その問題があるやつが集まるで地獄が発生するぞ。ただでも日本が男女の友情成立のファクトチェックを開始、世界各国の政府と慈善団体が文化フェイクニュースに狙い合わせられ、事実を提供することで人々に真実を知らせている。適応力タブでファクトチェックに対抗しろ。あ、これか。これがファクトチェックか。いや、まだでもなんかファクトチェックって、世界の、これだよね。開発進捗。大丈夫じゃない？まだまだ拡散させた方がいいんじゃないのか。ポッドキャスト、配信者にデマを提供。これは拡散力だからな。妥当性を持ってあげなきゃいけない。主要メディアへの出演。主要なニュース番組に、個性が強い人物に出演を促す。公平な報道により、彼らは誰にも邪魔されず話すことができる。他は？政治家が賛同。賛同しちゃいかんだろ、これは。賛同しちゃいけない。男女の友情は成立しますよっていう風に言ってる政治家いたら、俺は投票するけど、ダメだ、そんなの。まあ、これの方がいいかな。主要メディアへの出演。いいんじゃない？昼間のさ、高齢者と主婦しか見てない番組に出て、いやでも主婦と高齢者にこんなの広めても意味ないか。でも主婦と高齢者に広めたら、そっから、娘とかね、に広まっていく可能性があるから、まあ意味ありますわ、やっぱり。ちょっと聞いたって。家族で、家庭内のニュースでね、男女の友情成立するらしいわよ。そんなこと言うお母さん嫌だね。さあ、溜まってきましたね。テレビターゲティング。いいね、地上波。妥当性でも下がっちゃうのか。え、妥当性上昇って書いてあるな。あ、まあこれだったらいいんじゃない。トーク番組。あー、大好き。大好き、大好き。ゴールデンタイムで流そうぜ。いいんじゃない。でもどうだろう。知識持ってる人が結構多いけど、知識持って、男女の友情は成立、宇宙人に誘拐された者との主張よりも人気がある。は、何それ。最盛期に400万人ものアメリカ人が宇宙人に誘拐されたことが示唆されていたが、携帯電話の登場以来誘拐の方向が激減している。あ、それ知ってる。なんか携帯電話が、俺が幽霊がね、いないって俺思ってる大きな理由の一つなんだけど、携帯電話が普及して、昔よりも明らかに画像を撮影する、自分でカメラで撮影するっていう機械っていうのは、もう、指数関数的に増加してるはずなんだよ。でも、それにもかかわらず、心霊写真っていうのは一向に出てこない。昔のね、番組のね、10年前、20年前のね、まだみんながね、写メとかね、言い出す前ぐらいのね、まだ PHS とかね、知らないでしょ、PHS とか。PHS とかを言い出すぐらいの、頃に、すごいめちゃくちゃね、心霊写真ブームみたいなのがあったんですよ。なんかね、手がね、こっからも出てるみたいなね、変なところからね、こう、手がここら辺で出てるとか、この辺から手がこう出てるみたいな。あれだからね、女と住んでるって匂わせみたいなね、それじゃないよ。で、なんか、そういうのがあったんだけど、あと UFO の写真とかのね、UFO とか一番ひどいんじゃない？ UFO の動画増えてないよね。だってさ、普通に考えてさ、昔の環境下で UFO 飛んでるって思って、あ、じゃあ写真、撮りますわ、みたいな感じでさ、撮るのって無理じゃん。携帯がない時にカメラとか、携帯以外のカメラじゃあみんな持ってるかっていうと、持って歩くかって持ってないよね。デジカメみんな持ち歩いたりしないでしょ？あ、やばい。だからさ、UFO も、宇宙人はまあいるかもしれないけど、UFO とね、お化けは信じてないんだよね。政治家がさんのデータ解読。活字データ。いや、こんなんいいな。今時いらんね。ポッドキャスト、これ配信者かな？オンライン動画制作。これです。妥当性が早いな、ていうか、なんでだよ。YouTube の動画があたかも妥当性が下がるような、なんか信憑性が下がるようなものって言い方するなよ。まあそうなんだけど。よし。これと、あとは、日本人でも権威主義だからな。公的機関すげえ、めっちゃ妥当性上がる。妥当性上げちゃおう。適応力まださあー、でもやばい。知識持ってる人めっちゃ多いけど大丈夫。文化フェイクニュースコンボは？
男女の友情の成立マニフェストは社会の特定部分でよく共鳴している。あー、やりもくの男だな。やりもくの男とかが多分男女の友情は成立するってって言って、だから2人でホテル入っても大丈夫みたいなわけわからんこと言ってるんだろうな。妥当性ちょっと上げないとまずいな。妥当性やじょ。ラジオターゲティング、データ改ざんにしておきます。ディープフェイク、高度な顔認証技術と擬態技術を使い、影響力のある人々の発言をわざと間違って引用し、デマを強力にする。なんだ一体それ。わざと間違って引用し、そんなの高度な顔認証、あ、わかった。もしかして AV 女優の顔を別の有名人の画像をその AV 女優の顔に合成して、なんかその子があたかもやってるかのようにするみたいな、なんかできそうだよね、でも今の技術でも。はい、ってことでそれやります。すごいすごいすごい。アイスランドでも騙されてる人がいる。妥当性かなり上がったと思うけどね。でもさ、知識持って騙されてる人の数が、あー、でもちょっと飛躍的に上がりは してるような気はする。ただこの知識持ってる人が数が増えてるけど、これどうやって妥当していくのかね。これ知識持ってる人はどうすんの。男女の友情は成立 25% ファクトチェック済み。ファクトチェックっていうのはこのニュース本当に合ってるかみたいな。まあそうだよな、男女の友情成立するわけないもんな。いろんなやつにアンケートしたんだろうね。あの、友達から、友達と思ってた男が、あの、そのまま彼氏になったことってありますかって言って、あります。なんか偶然やっぱ気づいちゃったんですよね、みたいなこと言ってるけど、もともとそうだから。勘違いすんな、メス。で、ここ、適応力いきますか。ファクトチェッカーたちを非難する。ファクトチェッカーたちを鈍化。これをちょっとやっときましょう。と、あとは、正当は3度。妥当性ちょっと上げときますか。妥当性マックスまで上げました。はい。パンフレット。なんかおじいちゃん向けだなぁ。おじいちゃんおばあちゃん向けだなぁ。ラジオターゲティング、おじいちゃんおばあちゃん向けかな。この辺はおじいさんおばあさん向けのやつをやりましょう。どうだ、だいぶ広がったような気がするが、まだ、まあ中央アフリカか。中央アフリカとかでどうやってその文化拾えるんだろうね。あんまなんか見当つかないけどな。やばいやばいやばい、 やばくないやばくない。男女の友情成立は反ワクチン論より人気がある。なんかあるらしいね、反ワクチン論って。ファクトチェック 50% 済み、まずくない。え、つか負けてるんだけど、負けてるんだけど、騙されてる人もなんか減ってない。適応力タブでファクトチェッカーたちに対抗。え、ちょっと待って、え、マジ。え、適応力タブ、批判する人間に嫌がらせ、いいね。ツイッター凍結させようぜ。知識を持ってる人々に嫌がらせ、人々を煽って真実を煽知ってる人たちを追い込み、デマを公に反対することを難しくする、いいね。さらにメディアのトップだね、ボイコットを計画、意地悪なツイート、いいね。ツイート、ファクトチェッカーなりすまし、いいね。乗っ取り、無関係の細部にフォーカス、うわ、やるわこれ。これめっちゃやってる気がする。いや、なんかこいつ実は〇〇人らしいぞとか、なんとからしいぞみたいな、わけわかんないね。ほんとこれよくあるよね。これ無関係の細部にフォーカスやる人すげえ。ああいうのってなんか多分なんか無意識のうちにやっちゃってるんだよね。なんか考えてやってるような悪質性っていうか、考えてやるようなことはしないと思うけど、多分なんかそういう風にやっちゃうんだろうね。騙されてる。あ、いいぞいいぞいいぞ。勝て、日本勝て。ダメだ、日本騙されてる。どんどんなんか知識持ち続けてる。これどうすればいいんだ。結構厳しいぞ。反対勢力に出資、いいね。チャラ男に出資、不人気反対勢力、事実を証で非常に嫌われている有名人をあなたに逆らわせる。あー、いいですね。これ地味に効くよね。物事があって反対してる人の名簿を見て、あ、なんかうさんくさい人が反対してるのか、じゃあ多分これって正しいのかなみたいなさ、ちょっとなんかそういう風なの感じちゃうのって、あ、わかる気もするわ。そう思っちゃいけないんだろうけど、はい。ということで棺桶ミームいきます。妥当性低下しましたけど、まあそこは気にしないです。男女の友情は成立はより強力になっている。文化フェイクニュースはますます世論を調査し、社会的現実に影響を与えている。さ、アメリカ騙されすぎじゃないか。ちょっとカナダもひどいぞ。これさ、知識持ってる人たちがさ徐々に勝ったりすんの、どうだ。勝ってる、いや負けてるね。まずいな、まずいまずい、待て。どうすればいいんだ。妥当性はあるけどさ、やっぱこの辺はやっぱ強化しなきゃダメか。被害者リストを拡大、より多くの被害者をリックすることで、被害者なんていないぞ。モラルパニック、人々に無力感を与え、フェイクニュースそれに起こりうる損害を畏怖させるような。なんだそれ、何、どういうこと。男女の友情成立っていうフェイクニュースに対して何をするんだそれは。あと専門家不信、あー、いいね、これにしよう。ハッキングエキスパート、世界中のハッキングコミュニティで真実を支持する著名人の嫌がらせを奨励する。やばいな。やってることめちゃくちゃだもん。犯罪だな、もうこれもうほぼ犯罪だもん。犯罪行為だね、もうこれもう。メディアの得だね。
こういうのってでもさ、自然発生的になっちゃうよね。なんか意識してやったりしないよね。男女の友情の成立はロシア人の酒豪神話よりも広まっている。ロシアは世界で最もアルコール消費している国として書かれるが、実際の消費量は7位すぎない。そうなんだ。ベルギーを最も大酒飲みの国だと認識している人は非常に少ないようだ。だからベルギーってビール飲むもんね。ドイツ俺行ったことあるけど、ドイツのビールってめちゃくちゃ安くてさ、なんか水より安いみたいなこと言われるよね。男女の友情の成立は世界の 40% 騙している。世界の半分以上騙せばもう誰も止められなくなる。あ、マジえ、だいぶ半分以上いけたぞ。これでいけるんじゃない？ボイコットを計画。人々を追ってファクトチェッカーたちに真実に関連した商品、その販売経路をボイコットさせる。あ、でもこれあんま聞かない気がするけどな。企業がそこまで名誉毀損訴訟。あ、いいね。こういうのいいね。告発する。訴訟するぞ、つって。フェイクニュース乗っ取り。フェイクニュースという言葉は誤解を招くような方法で繰り返し使用することで効果的に意味のない言葉にする。ひどい。いやでも半分超えたぞ。半分超えたけど、これどうなんだろう。世界の大半が騙されている。世界の半分以上が完全に騙され、誰も止められなくなった男女の友情の成立は情報の精査すらされずに拡散されている。実際、あー、そうマイナスなってる、マイナスなってた。社会はフィルターバブルに覆われてしまってる。男女の友情の成立は国民の信頼をひどく傷つけたことで、人々は同じ考えを持つ個人が集まる孤立したコミュニティに引きこもっている。反対意見を考慮する能力が失われてしまった。やば、何それ。アメリカは男女の友情の成立を完全に信じきっている。今やアメリカは完全に騙されている。知識を持っているアメリカ最後の人物はもう戦う価値はないと判断。男女の友情の成立は真実であるべきだと同意した。あー、もういいやってなっちゃったのか。男女の友情の成立は模倣犯に刺激を与えている。男女の友情は成立が先導し、いくつものデマの波が客観的真実に関する全ての概念を崩壊した。もはや信じられるものは何もない。あー、終わった。男女の友情は成立は世界を騙した。いや、めちゃくちゃだな。まあなるほど。世界の全ての人間が男女の友情は成立すると確信している。男女の友情の成立は数十億人を支配し、事実は何の意味も持たない。本当の真実は後回しの世界をあなたは作り上げた。はい、ということで勝利しました。男女の友情は成立します。嘘ですけど。いや、これ良かったね。いや、なんかね、日本発信だとなんかまずいのかなと思ったけど、全然余裕だったね。しかも366日しかかかりませんでした。はい、気をつけてください。フェイクニュースは本当に危険です。もうフェイクニュースなんでね、完全に。実は論文に書いてあってとかって言うけど、まあ、論文なんてね、反対意見の論文なんかね、たくさんあるから、一つの論文だけじゃね、その事実、絶対事実とは限らないというのがですね、まあ、フェイクニュースというものかもしれません。はい、ということで、実は男女の友情は成立して、バイバイ。